キラキラアメーバジェルということでですね、こちらですね、パウダーをですね、水の中に入れて、しばらくかき混ぜて、ね、10分ほど置いたものです。はい。こちらね、こちらのね、アメーバジェルってね、これね、プルプルしてるんですね。はい。ちょっと形がついてますけど。非常にプルプルしてます。はい。ですね、このようにね、プルプルしたり、伸びたりするものをね、ゲルというそうです。なんかね、理科で習いましたよね。多分高校ぐらいかな。ゲルは身近なところでたくさん見ることができます。例えばね、グミとかゼリーとか、こんにゃくとか、豆腐とかもこういうね、プルプルする、ね、ゲルの仲間です。はい。これね、パフダーの中に水を入れてね、混ぜて作ったんですけど、このパフダー、もともとパウダーだったんですけど、パウダーの中には、砂糖の仲間である多糖類と多価金属イオンというものが入っていました。多糖類は目に見えないくらいの細い糸のような形をしています。パウダーに水を加えたときに、一緒に入っている多価金属イオンが、この細い糸と下のイラスト、あ、ごめんなさい、イラストはちょっと見せられないですけど、網目構造を作るそうです。そして、この網は中に水を閉じ込めることができるそうです。そういっぱい閉じ込めて水風船みたいにぷにょぷにょになってなったのがこのアメーバジェルだそうです。はい、な感じですね。このゆるいね、網の結びつきが弱いのでね、持ち上げるとアメーバのジェルの手が、部分的に離れてゴムのように伸びます。はい、また長く突っ張るとアメーバジェルの手は完全に離れてしまいますということです。はい。分かられますかね。で、これ、もう、こんな感じでね。はい。分けることもできます。で、これ、キラキラっていうのは、ほら、中にね、ちょっとキラキラしたものが入ってる、ということなだけですね。このキラキラの意味はですね。いいですかね。見えますかね。キラキラ。はい、ということで、キラキラアメーバジェル、はい、綺麗にキラキラ、キラキラした、ね、ゲル状のね、アメーバジェルができました。はい、手にもここらついてるキラキラした、はい、こんな感じで、ね、いっぱいこのキラキラがねついてます。はい、よかったらチャンネル登録お願いします。